あなたの力が必要です。準備はいいですか？もちろんよ。そう言うと思っていました。今回はどんな騒ぎを？面白くなりそうです。そんなことしないってば。僕たちの金はどこだ？誰？家は当然の権利だ。出所。ありだな。税金で殺す気か？警備は最先端のもので、侵入はほぼ不可能です。おバカなメアリーが開けっぱなしにしている窓からドローンを潜り込ませれば話は別ですが。録音機器は彼女のセキュリティルームにあるわ。たどり着くには通気口をうまく移動すると良いでしょう。え？奴はここの人たちを召使いみたいに使ってる。それも無理やりな。それだけでも十分ひどいけど、最後は無理やり臓器ドナーにされるのよ。本当にどうかしてる。気に入らないって言ってるの。頼む、助けてくれ。まったくバカね。どうせいつもこんな風に人を怒らせるんでしょ。無様ね。Thank you.
さて、どんな悪行が記録されてるか見てみましょうか。いかにも汚い金で手に入れたって感じの場所でしょ。ケリーの奴らは人の不幸を出しにして長いこと大金を稼いできた。敷地内はどこもこんな調子よ。前に中に入ったことがあるとか、そうやってサザーク焼却炉の地下に行き着いたってわけ。決定的な証拠を手にする必要があったから、中に忍び込んで盗聴器を仕掛けることにしたの。そんなこと他の人に頼むわけにはいかない。メアリーが EPC で捕まえた人をどうするかは知ってるでしょ。それにスタッフの服装を再現するのは簡単だった。だから中に入ったの。でも彼女がこっちの捜査を把握してるとはさすがに思ってなくてね。記録を残さなければ情報が漏れることもないと考えてたけど、読みが甘かったわ。仲間の名前を吐かせようって拷問にかけられたわ。きつかったけど警官は仲間を撃ったりしない。でも結局あいつは最初から分かってたんでしょうね。そして資格を送った。人をいいように扱って、なんてこと、ひどすぎる。あいつにマイクロチップを埋め込まれなくてよかったね。きっとあなたは言いなりになるくらいなら死ぬって分かってたんだろうね。とにかくそれであの場所に行き着いたってわけ。あいつを許せない理由はたくさんある。でも単に始末するだけじゃ、正義のために一緒に頑張ってきた仲間の努力を踏みにじることになるでしょ。みんなの無念を何としても晴らしたいの。ひどいありさまね。見てよ、なんてことするの。可愛がってあげたのに。奴隷にしたくせに、みんなを。お願い、これを取り出して解放して。で、元の生活に戻るの？そんなにいいこと？あんた、戻っても手に入るのは死ぬまで吸い取られるクソみたいな人生よ。それが望み？マイクロチップが怖いのはわかるけど、商品のことは把握しておかないと。それにキッチンナイフを使ったなんて、傷がついたら商品価値が下がるじゃない。もういや、こんなの耐えられない。ああ、そうよね。でもいいわ、他の道もあるから。そんなに心配しないで。うん、たちちゃんと見てる？みんなにも伝えといて。こいつの行き先は、みんなを会場に連れて行って販売の準備をして。お任せを。外国の投資家は到着済み、ドローンのプログラムも完了。ゲストに招待状と座標を送る準備はできています。自発的に動いたっていうの、ピーター。とても危険な考え方よ。
人間は誤解するし。くそったれ。どうかしてやがる。メアリーは一体どうやってこんな代物を手に入れたんだ。こんな殺人マイクロチップを思いつくなんてどう考えてもイカれてる。完成させる工程を思うとヘドが出るね。確かに精神的には病んでいるかもしれませんが、極めて知的でもあります。ゼロデイのような集団にはぴったりの逸材、そうは思いませんか。彼女がどの組織に属してようと構わないわ。メアリーは人々を奴隷のように拘束してる。商品としても売りさばいてるようだし、かなり大ごとになってきたわね。卑劣だけど賢いやり方だよ。マイクロチップで人を奴隷にしてる。もし従わなければ、ピシ、臓器摘出の時間ってわけだね。デッドセック、まずは奴隷のオークションを潰しましょう。そこでできる限り情報を集めるの。場所は招待状に書かれる。まだ出してないようだけど、いずれは。バグリー、ドローンネットワークを監視しな。メアリーが動きを見せたら報告。ひとまず今は待つしかないな。また情報が入ったら連絡するわ。じゃあね、デッドセック。ママが誇りに思ってくれそう。うん、やってやった。デッドセックって楽しい。
に命を落とす、あるいは能力が不足しているのであれば、そもそもあなたがデッドセックに勧誘されることもありません。一応お礼を言っとくね、バグリー。バグリーのことは気にすんなよ。あの副音声にもすぐ慣れるから。とにかくすごかった、お疲れ。メアリー・ケリーから悪趣味なパーティーへの招待状が届くまでは本題に立ち返ることができます。ゼロデイの謎を解き明かすのです。彼らの正体、そして爆破事件の責任をデッドセックに押し付けた理由とは何なのでしょうか。バグリー、何か分かった？よくぞ聞いてくれました。 AI 名探偵は2つの手がかりを見つけました。当然ながらアルビオンは調査対象となりますが、それ以上に不審な対象がいます。ここ最近、ダークウェブに404と呼ばれるハクティビスト集団が現れました。彼らはただのいたずら好きではないようです。世の中を再建するのに手段を問いません。こうした人々に心当たりがあるのでは？さて、どうしよう。いずれもオプティックにマークしておきました。デッドセックを探してるんだよね。私の立場を知った上で会いに来てくれるのか、確信が持てなかった。少なくともアルビオンが議会を解体するまではそう思ってたよ。ウェストミンスターで見せた活躍は素晴らしかったよ。市民に希望を与える行いだった。そう、政府はこの件に無関係ってわけじゃない。でも今問題なのは、アルビオンがこの町を脅かしているってこと。奴らを止めないと。だからこそ接触したんだ。アルビオンは政府を機能停止に追い込んだだけじゃない。ウェストミンスター宮殿の大金を奴らのプロパガンダで怪我したんだ。どれほどひどいことになってるかわかる？もし本気で人々の心の内に炎を灯したいなら、あの時計塔を元の姿に戻してやるべきだ。確かに素敵なシンボルだね。政治を自分たちの手に取り戻したって実感できる。みんなの希望になりそう。あんたたちを頼ったのは間違いじゃなかった。またあの鐘の音を聞けるのを楽しみにしてるよ。団結こそ力、銀行員のクソどもだ。団結こそ力だ。身を救え。大勢が路上暮らしを強いられてるんだ。生活費を下げろ。鐘楼の周囲には警備が張り巡らされています。ですが問題にはならないでしょう。それよりもどうやって上まで行くかが問題です。何か提案とかある？スパイダーボットが役に立つでしょう。今の音は